おお、新しい iPhone 出たね。 iPhone 15 Pro いいな。ここだけの話、チタニウムデザインがかっこいいよ。欲しいな。買っちゃう。 iPhone 15 Pro が欲しくなる。買い替えるか。iPhone 15 Pro チタニウムで登場。ギガ無制限のエクシモで iPhone をフルに楽しもう。さあ、あなたも。おお、新しい iPhone 出たね。 iPhone 15 Pro いいな。ここだけの話、チタニウムデザインがかっこいいよ。欲しいな。買っちゃう。 iPhone 15 Pro が欲しくなる。買い替えるか。iPhone 15 Pro チタニウムで登場。ドコモのいつでも買い時プログラムプラスでお得に。こんなドコモを待っていた。おはようございます。見とれてる彼に対して出たね。出てくるシーンはやっぱ面白いので、ちょっと出たいので、こう単純にだから、出たねー。本番。はいよーい。スタート。出たねー。本番。はいよーい。スタート。出たねー。でも気持ち前に出せば、もう完全。あ、そういう状態にすれば、多分。はい。本番。はいよーい。スタート。ここだけの話、すごいらしいよ。はい、カット。いい感じが、素晴らしいですよ。もう完全に隠れてた。今恐ろしいぐらい隠れてたよ。プレイバックください。しかもちゃんとここのもたれかかってる感じの重力感が。本番。はいよーい。スタート。一回そこだけアングル見ながら、調子ターゲット大事なのは置いてるだけにならずに、しっかりここに捕まってる感じで出た方がなんか可愛いかな。一度目線もらってもいいですか。はい、こちら。はい、これぐらい。はい、じゃあ行きます。本番。はい、本番。はい、よーい。欲しいね。スタート。買っちゃう。はい、カット。はい、カット。一回目線。このバーに嬉しすぎて、思わずこう、そうなった時にちょっと顔出すぎて、ちょっと一瞬なった時に前のめりになって一瞬、ああった、ああった、手がそう、自分が出て、で、そこのトトっていうのはトトっていうセリフ、別に、はい、無視やって構いません。やったー、あったあ、ちょっとね。はい、よーい、スタート。買い替えるか。やったー。ありがとう。はい、よーい、スタート。ステップ3。飛び出しながら、ここからこう、こんなとこも待って、これはもう視聴者に向かってちょっと期待感ある感じでしょ。本番。はいよーい。テクニック、スタート。こんなドコモを待っていた。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様でした。結構大変でしたね、今回の CM 撮影は。楽しかったですし、いつものメンバーで撮影できてすごく嬉しかったんですけど、もうほぼスマホの中の人っていうか、カバンの中の人みたいな感じぐらい出てきたり、その出てくるスピードでのこの感情の表現をしてほしいとか、ここでスピード上げてほしいとかっていう、なんかこうちょっと腕と足の
筋肉痛になりそうなぐらいとてもなんて言うんでしょう、アクティブ なんか時間でしたね、はい、でもすごい楽しかったです。今回の CM ぐらいの小ささだったら、最近こうドローン撮影とかが多いので、そのドローンの上とかに乗ってみたいなっていう気持ちにはなりますね。もう同じように鳥の上とか乗れたらいいかなみたいな、掴むとかあるかなとか思いながらこう思いますけど、あともうすくもっともっともっとちっちゃくなったら、もう今風が流行ってるんで、もう口の中から入ってって菌と戦いたい。本当に薬じゃなく私が全力で戦って、あのなんて風邪菌を退治したいっていう気持ちになりますね、はい。今の iPhone ですもんね、結構充実してますけど、でも何でしょう、今流行りというか生成 AI 的な機能があったらやっぱり嬉しいですよね。あの、まあ、意見を求めたり提案してくれたり、ちょっと会話ができたり相談に乗ってくれたりっていう機能があったら嬉しいですし、あとは私すごい思ってたんですけど、なんか充電するじゃないですか携帯って、でエネルギーを使うじゃないですか、だからなんか自分自身がのこの歩いたりとか走ったりとかの体温の上昇でもいいんですけど、エネルギーがこのまま充電できたらいいのになと思って、自分のエネルギーがまた携帯のエネルギーに変換できたらいいのになって、そのまあ供給できたらいいのになと思って、それはすごく思いますね。そういうのがあったらいいなとか。ずっと無制限に旅行したいです。お金のことも気にしない、時間も気にしない、なんて言うんでしょう、そういう生活してみたいけど絶対に無理です。旅行好き、海外旅行結構好きですけど、やっぱコロナ禍だったのもあって海外旅行は全然してないですし、やっぱりこうそうですね、無制限にしたいですね。あと最近はマンゴーが好きなんで、マンゴーだったら無制限食べれるなと思いました。ただやっぱ限られてるんで1個って、マンゴーを持ちながら旅行行く、あーもう最高ですね。旅行先でマンゴー食べたいですけどね、うん、はい。まず、まあ、他の機種と比較するってことが自分の中であんまりないんですけど、でも個人的に思うのはやっぱすごいつながりやすいし早いですし安心感がとてもあります。あとやっぱりこう店舗に行くと相談に乗ってくれる、優しく丁寧に、なんかそこの安心感はとてもあるなと思ったのと、あとやっぱりこのいつでも替え時プログラムプラス、私このプラン、まあ、サービスすごいなと思ってこんなことしていいんですかみたいな、逆に一括で払う人減りますけどって思いながらすごいなんか大胆なサービスだなと思って、なんかすごく印象的ですよね。だからやっぱりこう最新の機種を買いたいっていう方はとてもお得なサービスだなと思いました。あとやっぱエクシモ自体はあの先ほどの旅行の話もそうですけど、来月すごく旅行に行くから、海外に行くから、あのこのプランだとかなりマイナスになるとか、そういう毎月毎月変動があるブレがある人とかにはとてもお得だなと、やっぱ使った分だけ払うっていうシステムってすごくありがたいというか、その上で無制限で使い放題っていうのは なんて言うんでしょう、そういうプランもあると思うと、なんかやっぱりいろんなニーズに合わせたあのプランがあるなと思って、すごいですよね、うん、CM 出演させていただいております石原です。ドコモの、まあ、プランというかサービスって本当にたくさんあります。その中でもやっぱりこのイルモだったりエクシモ、そしてアハモ、あの携帯の使い方って皆さん本当に多様化されていて、これだったらいいのにっていうものが多分皆さんあると思うんですね。だけど
あなたに合ったプランが、ぴったりなプランが見つかります。とてもお得なプランになっています。こんだけ幅広く丁寧に多様化されているプランっていうのがあるなと思って、私はすごくびっくりしました。なので、まあ、それこそ Wi-Fi 環境が整っているとか、毎月仕事で使い方がブレブレなんだよなとか、あと2台持ちしてるとか、あと家族間だけで通話してるなとか、多分いろんな方たちがいると思うんですけど、皆さんに合ったプランがあると思うので、自分に合った利用しやすいものを利用してみてください。おすすめです。